Thank you.
てらっしゃい。でも外野はさっさと黙らしたい。マッシャイマッシャイ、その日だけのよりこの瞬間大事にしたい。いいぞ、お越しいただきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。今年最後のライブという、はい、なりますけども、はい、ちょっとごめんなさい、聞きづらかったらですねちょっと心で感じ取ってください。だんだん整ってきますから。はい、ということで今年の、2月ですか、はい、我々リズナーをしっかりと立ち上げてね、はい、初めてのライブやらせていただいて、はい、で実にこういうちゃんとしたライブは10ヶ月ぶりぐらいになるんですよね、はい、そこから。そうですね。ね、はい。でも立ち上げたから2回目なんですけど。はい。どうでしたこの期間。朝ちゃんどうでした？はい。この1年。あ、ちょっと自己紹介しましょうね、まずね。はい。私、ゆずなんでゆきと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆずなの朝香です。よろしくお願いします。はい。リズナのいいですよ、もうフライングありがとうございます。リズナのエルナです、よろしくお願いします。はい、はい、トミーです、よろしくお願いします。という4名でリズナと申します。はい、初めてね、来たよって無理やり誘われて仕方なく来たよって方ももう多数いらっしゃるなと思うんですけども、本当に感謝でいっぱいです。ちょっとね、リズナーって無気なって、イスナーみたいな人たちぐらいでもいいんでちょっと覚えておいてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで2022年だよね。はい、そうです。22年、まあ、最後のライブなんですけど、なんかありました？2022年私のスーパーニュースみたいなやつ。スーパーニュース、スーパーニュース、髪をハイトーン、はいはい、3回ぐらいして、今日は皆さんの前で、18歳ぐらいからここで立たせてもらってるんですけど、うん、この明るい髪の毛をミサさんに見せるのはミサさんって言った初めてかもしれないです。どうですか？はい、あ、ありがとうございます。はい、はい、大丈夫っていうのがニュース。何やっても可愛い。なくなっても可愛い。大丈夫。じゃあ明日から坊主で。どうですか、トミーさん。僕ですか、うん。どういうビッグニュースですか。何でもいい、講師ともに。言えないことでもいいです。言えないことでも言ってくれればいいです。言えないことはないですね。ないね。大丈夫です。それはあるとは言わないね。はい。うん、自分的に今年は、飛行機に乗る回数が多かったかなっていうので、はい、いろいろね、あちこち大阪行ったり東京行ったりっていうのもあったので、はい、っていうことです。すごい、はい、すごいっつって
なんかもうちょっと盛り上げてください。トミーさんが、トミーさんが旅行ちょっと、飛行機に乗るんでみたいな感じだとおしゃれな感じするじゃないですか。なんか東京でないおしゃれなことしてくんだろうって、うん、僕も結構東京行くんですけど、僕東京行くときはもう大体オタ活なんで、そうつきます。仮面ライダーなんかあるから行くみたいなのしか行かないんで、はい、ちょっとなんか同じ回数でも違いますよね。そうですね。そうですねって言う。なんか背景に見えますね。背景におもちゃが。おもちゃ。あ、おもちゃが見えます。ちょっとなんか皆さんうちに遊びに来てください。いや、そうしますか。じゃあエレナどうですか。いや特に。はい、わかりました。はい、この人は特にないと思いますね。ということでね、まあ、今年最後のライブなので、まあ、そんな曲数多くないんですけど、こうわっと楽しんでいただけるようなことを、ご用意しておりますので、はい、このままお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃここからまず一発目は朝香に、はい、ビビッと盛り上げてもらおうかな。はい、はい、じゃあ朝香よろしくお願いします。はい、お願いします。I love you, darling.
あなたとここで花咲いて明日はどこに
ことかしれ、それでも笑うんだ。
してる。年配きついよ、猫も。きつい、うん、ということでですよ、はい、もうね、もう佳境なんですよ。早い。早いね。早いです。結構もう佳境に来て。めっちゃ早い。ただね、違うんだよ。ここからが本番なんだよ。やばい。今日いつにも増してですね、すっげえ不安なライブなんです。まあ、曲もちょっと難しい曲をね、今回ちょっと、はい、振り的にとか、フォーメーション的にって入れたんで、それもあるんですけど、はい、違うんですよ。これのせいなんですよ、この後のせい。これのせいでね、俺の緊張がいつもの3倍増しになってるんですよ。あ、まあ、趣旨を説明させていただきますね。はい、今回から、メンバーチャレンジ企画っていうのをやろうとなりまして、まあ、ツイッターの方でね、動画を結構上げさせていただいたんですけど、まあ、今回、トミーちゃんが、はい、白羽の矢が立ちまして、一回のライブごとにメンバー一人が何かしらのチャレンジをやってこう皆さんにお披露目しようという企画なんですね。はい、でそれで今回トミーちゃん でそのネタをね何やるかっていうのを他のメンバーでこう書いて何個か用意してトミーちゃんがくじ引きを引いてやるっていうのを、まあ、くじ引き動画とかも上げたんですよ。ちょっと気になったからぜひ見ていただきたいんですけど、はい、それでねまさか僕が書いた、まあ、結構みんな変なの書いてたんです。トミーになんか人生ラップやらせるとか、なんか泣きの演技をやらせるとか、結構むちゃくちゃなの書いてたんですけど、僕がトミーとこのエレナの漫才が見てって言って書いたんですよ。トミーとエレナの漫才って、はい、引いちゃってそれ、はい、引いちゃいました。すごい。じゃそれやるしかねえと。やらせないですね。でも僕が本書きまして、はい、でトミーちゃんは普段こうクールなね、こうシュッとしたガイなんで、ちょっとボケボケにさせたくて、で普段これボケボケなんで、たまには人生でね、人を突っ込むような立場を交わせてやろうかと思いまして、こうボケ突っ込みで書いたんです、はい、で書いて頑張ってねっつって練習させようと思った矢先ですよ、この人から連絡来まして、やめさせてくれと、無理だとできないと、キャパオーバーしたと、漫才やってもいいけど漫才やったら振り飛ぶぞと、いいのかって、曲のクオリティ下がるけどいいのかって、なんか、あ、本当分かりましたって言って、じゃあ、ね、練習してもらってるので僕がじゃあ代わりにやりますってことで、僕とトミーちゃんでやると、自分で自分の首を絞めた結果になってしまって、すごい不可解なんですよ。これが本当に昔ちょっとね、あのお笑いのちょっと養成学校みたいに行ってたことがありまして、漫才のネタ見せとかをやってた時期があったんですけど、それももう相当昔なんです。もう20年ぐらい前 で久しぶりだし、トミーちゃんにとっては人生初ですよね。そうですね、はい、やばいぞと。すごいもう顔が。さあ、ですよ、本当に。心の余裕がちょっと違う。なんかで謝罪動画みたいなの上げたんです。すいませんでしたみたいな。こいつ、なんか、横で。俺がしたけど、すいませんでしたって言ってるの、横で。思ってます。こいつが。次回のライブはもう絶対こいつがチャレンジャーなんで。もうみんなでね、クソみたいなの全部書いて、どれ聞いても地獄みたいなことをさせてやろうと思ってますけど、やばい、本当覚えてくよ。ということで、トムちゃん、準備やろう。頑張ります。どうします？どうします？どうしましょう。いやじゃあ、ちょっと、ね、やりますか。やりましょう、あれをやりましょう。あれやりましょう。なんですか、すごいクスクス笑ってますけど。はい、じゃあショートコント、ショートコント、はい、ショートコントいきます。あ、なんかクリスマス近いですね。近いですね。でも夏祭りが好きだな私。あ、夏が好きなんですね、はい、あ、冬も好きです。あ、冬も好き、はい、じゃあ A ちゃん、はい、夏休み、あ、夏祭りといえば、夏祭りといえば、焼きそば。焼きそば。焼きそばといえば、焼き弁。焼き弁といえば、焼き弁といえば、北海道。お、北海道といえば、札幌。札幌といえば、ビズナー。ビズナーといえば、富幸。それでは、どうぞトミです。三上です。ゆうきです。
いや今日こんなにねお越しいただいて本当に嬉しいですよね。嬉しいです、ね、嬉しいですね。はい、ということで張り切っていっちゃいましょう。マイクこれ、はい、マイクないマイク肉声さっきからもうこれ結構やってるのにさっきキョンって歌ってて裏返ったのにマイク、え、これ2人で使う？2人で使うでしょ。え、僕家ではマイク1人1本なんですけど。家でマイク何使ってんの？え、豪邸？そんでかい広い家？うっせえなぁ。いいですね、うん、マイク持ってきてください。はい、ということで2人でね1本ずつ使ってやります。普通はね、ないですよね。入ってない入れてください。入りました。はい、はい、ということで、はい、あの僕最近なんですけど、なんかチャギアンダスカみたいな漫才すごいな。まあね、僕最近なんですけど、はい、あのちょっとなんか面白い仕事ないかなって探してるんですよ。休職してんの？そうです、あのなんか、はい、男に生まれた感には人生かけれるような仕事ないかなって思って。はい、いやまあ確かにね、はい、こう人生かけれるような仕事って憧れますけど、はい、例えばどんなの？まあ危険と隣り合わせみたいなちょっとかっこいい仕事です。そんなの普通に探しててないでしょ。いやそれがねあったんですよ。どんな仕事？運び屋。運び屋？そんなの普通に乗ってるの？あれでしょ、なんかトランスポーターみたいな、車でビューンってくるバーンってガチャーンみたいなかっこいいやつでしょ、あのスーツの。まあそうですね、あのかっこいいやつです。うはい、まああのそれは、依頼品を回収して、はいはい、クライアントに届けるっていう仕事です。かっこいいじゃん、クライアントとか 言ったことないのにクライアント会員さんだもん、いつも言ってんの。うん、おすごい会員さんね、うん、まあその依頼品がどこにあるかも、うん、クライアントがどこにいるかもわからないから、はいはい、連絡が来るまで、はい、移動車で待機、時間との勝負です。やば、なんかあれでしょ、じゃあ黒塗りのさちょかっこいい車でブーンって行ってさ、スーツ着てさ、行くわけだ。ちょっと車は小回りが利かないからダメです。え？あ、あれだ、速いバイクだ。こっちの僕、あの、バイク免許持ってないです。は？じゃあ何だこれ。いや、もうみんな、もう普通に、あの、もう自転車って感じです。自転車？はい、自転車のトランスポーターって見たことないんだけど。え？自転車ってさ、はい、え？自転車って何ですか？自転車ってでもあれじゃない？物運ぶの？どうやって運ぶの？いやまあ専用のリュックがあるから大丈夫です。リュック、はい、まあなんか大きい四角い形の中に仕切りがあって二つは運べます。あのさ、はい、せいさん何運ぶの？え、なんか、まあ、聞いた話によるとなんかマクドナルドって。うまいっつそれ。え、運び屋じゃない、安心安全にご家庭にお食事を届けるデリバリーサービスだね。デリバリーなんですか？うん、デリバリーなんですか？デリバリーだよ。え、デリバリーなんですか？デリバリー、3回目デリバリーだよ。デリバリーってちょっとあの僕、うちには料理人がいるんで、そういうの分かんないです。料理人？はい。マジでどんな家？お前、ボンボン？うっせえな。嫌なのそれ。嫌です。やめてください。ごめん。嫌で。まあ、はいはい、いろいろね、仕事を探したんですけど、なかなか難しいですね。いや、それ危険な仕事なんてさ、乗ってないでしょ。乗ってないんですか？乗ってないでしょ、別に。いや、あるでしょ。ないと思うけど、はい、まあ、でもあれですよ、仕事に憧れるみたいな、はい、仕事が楽しくて仕方ないっていうのは言ってみたい。いや、僕は、しょっちゅう乳首が痒くて仕方がないです。薬寝ろ、それ。乾燥。時期的に乾燥。仕事関係ない。まあ、まあでも一番の夢は、うん、あの、ゾンビが蔓延する世界の中で生き抜きたいです。バンバンって感じです。相当っすね。バンバンです。バンバンじゃない。バンバンじゃない。いや、やだよ。ゾンビなんて嫌でしょ、もう不愉快。いや、頭の中はゾンビですけどね。失礼がいきなりか。まあ、おつわざーと。いらんこと言うなよ。思えば。ありがとうございました。本当、すいませんね、お付き合いいただいて。ありがとうございます。いや、自分がこの目に遭うはずじゃなかったんですよね。人がやってるのを見て、こう失笑する思い出。する予定だったんです。何ですか。もう本当に。あ、どうでした、トミさん。どうでした？なんかわかんないですよね。なんかあっという間に終わっちゃったし。でも練習ぐらい良かったよね。あ、本当ですか。うん。もうなんか記憶ないです今もう。記憶ないです。美味しかった。美味しかった。何？ふざけんなお前。お前が出ていかねえからなんか。
お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。本当にすいません、今日のお時間来ていただいて。いやでもトミちゃんのこういうとこあんま見れないんですよ本当に。なかなか面白かったです。もう切り替えていきましょう。もう切り替え、はい、もうそれ僕もこれ挽回したいんでね。なんか、はい、30年最後の思い出こんなにしたくない俺。ごめん、危ない、ちょっと、はい、そうです。でもちょっと切り替えていきます。挽回します。後半戦スタート。潜んでる街に月が怪しく傾いて昇る。きっと今夜何が起こる。別々に持ち合って寂しさに悩んでくれない名前を付けてごまかして何になる。全て聞いた心なんて愛なんて生きる邪魔をするだけ。もしも戻るなら僕の膨大を消してくれ。
曲です。何でも交わして集まる
くれなかったらもう自分で言うとこだった本当に、うん、よかった。ということでね、もうここにペンと来ましたけども、はい、もらしたですよ、いろいろで次で本当に皆さんの曲なんですけど、どうでした、もう今日もう今年の最後のライブっていうのも含めて、はい、どうでした、まあ、リズナー今年始動して、はい、まあ、ライブとしては2回目、まあ、夏祭りを入れたら3回目の、はい、になりますけど、どうでした、トミーさん。あ、僕ですか。はい、なんかもうあっという間でしたね。3回しかやってなかったけど、その練習期間がやっぱり会う頻度がまず高かったから、なんか3回しかやってないんだなって思いました、はい、うんうん、知る人と知る YouTube もあるんですよ本当は結構ね8本10本ぐらい撮ってんですよ。ただまあちょっといろいろ大変で上げてるのは3本ぐらいかな。そうですね、うん、はい、そのうちの一つなんか謎に俺がずっとドンブラザーズ語るっていうだけのね、そうですね、3人がずっとはいはいって俺のドンブラザーズの話を聞いてるだけの動画ね。あ、でもそのドンブラザーズの話を聞いて僕見始めましたね。ちゃんとそうだよね、はい、ちょっと見てますもんね、はい、ちゃんと見てない、こそ見てない、見てない見てないと思って、見なきゃな、見なきゃ、何がね、焼きそば食べてるやつだけはちょっと自分で見ても面白いなと思ったんで、ちょっとそれだけ見てほしいんですけど、はい、まあ、そういうのもあったからね、はい、長く一緒にいる感じはありますよね。はい、朝ちゃんどうですか。そうですね、早かったのと、うん、早かったですねでもすごくなんか、なんか今年はすごくリズナーの中が、4人の中がぐっと縮まったというか、縮まったかな、なんか縮まったよね、縮まりましたよね、うん、なんか未だにやっぱトミーのね俺に対する確執を感じるんだよ。でもそう思うってことは、うん、愛ってことですよ。僕はね、僕はすごい愛あるんですよ、はい、片思いなんか、はい、片思いなんて、うん、39歳の片思い、はい、ちょっと辛いものがあって大丈夫です、ハハハって言ってハハハって言ってどうですかエレナさんは。じゃあ、いや、楽しませていただきました。本当だよ、お前が楽しませてもらってるんだよ、はい楽しませました。楽しませていただきました。あ、どうですか、はい、よかったですね、はい。可愛くないんです、本当に。可愛い。ということで、ね、本当にね、なんだかんだところでラブやらせていただいて、はい、今年なんかちょっとね、我々としても環境が変わったりとか、ちょっとあったりとかしたんですけど、はい、なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でまあね、で我々個人としての活動という形で始まりまして、今回初なんですけどね。はい、まあ、なんだかんだこう自由に楽しくやらせていただいて、こうやって皆さんにも来ていただいてね、もう感謝でいっぱいでございます。来年、まあ、いつまだ決めてないんですけど、まあ、来年もね、
楽しくやっていきたいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。一人でもいいので名前を覚えててください。誰が一番覚えやすいかな。トミーって覚えやすいよね。トミーだけ覚えててください。トミーです。はい、では本当に正真正銘最後の曲ですので、はい、もういっちゃいましょう。はい、あ、終わっちゃうわ、ここでは。本当にありがとうございました。最後ちょっとバシッと決める曲なんで、ちょっと皆さんも決め顔で見ててください。参りましょう。僕らのチェキをやんないんですけど、チェキやんないんで、あのシャメとかで、ね、お好きにメンバーとツーショットとか、あの好きなだけ撮っていただいても全然それは構いませんので、お好きなように交流していただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。